黒シャモです。大体日曜日に飼育部屋のね世話をまとめてすることが多いんですけどね、まあちょっとベルジェットウェールのねこの純粋な瞳見てください。餌がもらえると思ってね、すっごいキラキラした瞳でこちらを見つめておりますね、この目にはかないませんねこれまた、いやおうおうおうすごいですよ。またねやってきますよ。おっとほいお待ちかねの餌美味しいですか、ベルジェットから。ベルジェットちゃんかな、これ多分メスなんですよね、多分ね。オスってまあ泣くんでしょ、うん、ベルジェットも泣くんでしょ。オスは全然泣いてるの聞いたことないんでね、掴んでもね全然泣かないし、まあメスなんじゃないですかね多分ね。なんてキラキラした人にしてるんでしょうねはい、まあこれは以上です。はい、じゃあ次でちょっとか、これね越冬ホテイアオイの越冬計画ね、まあこれ成功じゃないですかね。ホテイアオイね、だんだんショップでもね売られるようになってきましたんで、はい、まあ、ホテイアオイ越冬成功ってことでね、まあ緑が残ってれば成功です。はいこれをまた水の中に投入してね、そこからまた復活するかっていうとどうなんでしょうね。まあそれはちょっと分かりませんけど、一応ね長年のまあね目標であったホテイアオイの越冬成功であります。越冬っつったってね、まあこのあったかい部屋の中でね越すことができたっていうだけのことなんですけど、はい、まあ成功しました、とうとうね、はい、まあ、まあどうでもいい、どうでもいいかな。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。黒シャモでした。それでは。